悪魔と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル振るがよい。マカロフの子らよ。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。抗えないものがある。この時代は終わる。さよなら、ナルス。ブレスタ、まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。したら負けよ。はあ、はい。
一緒に泳ぎたかったです。終わったらまた来ればいい。までしてジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。私の弱さがシモンを殺したのだ。死ぬわけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力なら、それもよし。その思いを踏みにじるつもりはないが、切るつもりもない。私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お前の希望は過去を絶望に変えることなのか。全ての人々が平等に幸せになどなれんのだ。たとえそうだとしても、誰にだって未来を選ぶ資格はある。うっ、明日なんてわからなくていい。今日を全力で生きるために。よく聞け、ルーシー。あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。精霊王、代償召喚術。一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊せ。そんなことできるわけないじゃない。誰かを
犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か鍵か罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私アクエリアスが大好き。やれルーシー。開け精霊王の扉。今まで世話になった。ありがとう。さて、古き友よ。破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ。ヒューマンゼロの波及。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけどこれで全部元通りね。まだだ。まだ足りない。ナス。そうだな。大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。あ、そうってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけんぞ。いやー仕事だー。マスターを探し出して連れ帰るよ。行くぞ、イグニール。見せてみろ、お前らの力を。炎竜王の。オーカー！
倒す。魔法だ。できるようになったな、夏。